ースチャンネルのまさみです。札幌着きました。札幌千歳空港、新千歳空港着きました。でこれからねレース会場レンタカー屋に向かっていこうと思います。今回は JAL で行ったんですけども、飛行場の駐車場が空いてなくて穴側に止めたんですよね。そこから戻るのに時間かかったので飛行機に乗り遅れてしまいました。次の便に乗れてねよかったんですけども、でレンタカー借りました。北海道行ったら札幌ラーメン、そしてパレットの丘の観光をしつつね、夏にはひまわりが咲くそうなんですけども、その後に支笏湖の方に行って観光しながら1日目をね楽しみました。まあ雨が降ってたのでどこかフライトするっていう感じではなかったんですけども、まあせっかくね北海道も行ったんでちょっと観光もしてみました。おはようございます。5時38分今お掃除してます。いや今日はねそんなテストなので練習なのでほどほどにこれからバッテリー充電しようと思います。割と離れたとこに何点か固まってる。ラウンド3のコースを歩いてみます。まずは直角カーブ、直角カーブ180度折り返し折り返し折り返し、一回歩くのね端折ったんですけど、でここはまたぎですね。またぎからの U ターンで、ここからゆるいスラローム状のゲートになりますね。ここは意外と難しかったです。その後長い直線の後に360度、ここをいかに小さく回るか、そしてここもコンパクトに計測ゲートまで行けるかでしたね。わざわざ止めんねこんな遠いところまで端から端まで来ました。はい、来ました。これ何ですか。リボンナポリンというですね。リボンナポリン、北海道限定の。あ、そうなんですか。はい。HDRA のステッカーも、はい、ごめんね、リンゴジュースじゃないんだわ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか喋ってたサメが。コースの紹介は川田和樹選手の、ね、映像をちょっとお借りしてやってみます。ものすごくね綺麗に飛んでるんでゆっくり飛んでるように見えるんですけども、結構なスピードで飛んでます。 JDL ラウンド3決勝日と当日ですね。予選日決勝日、外は雨です。今4時42分。朝のコーヒーを、朝のコーヒーねいただいて、今回泊まったホテルでベストウエスタンプラス、歩いて 2,3 分行ったところに美味しい居酒屋と松尾ジンギスカンがあったんで、いい感じ。あーすごいいい広がりですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はどうですか。わからないね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんとか電気持ちそうですね。残念ですね。いや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 。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここにいたんですね。ここにね。こっちから行こう。こっちから。おはようございます。おはようございます。
うございます。おはようございます。今日は同時飛行は。おはようございます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 。今日は頑張んないと。やばいよ。やばいね。切り替えないとね。切り替えるね。頑張ります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここネットが細かいな。あんま映らない。あの北海道の HDRA の何人今回出てるんですか。8人かな。あ、でそこまで。そこまで、はい、すごいですね、8名。昨日の予選も早かったね。ありがとうございます。予選じゃねえ、練習ね。練習です。お疲れ様です。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は JDA に乗られているトボルさん。はい、はい、バックしなさい、しなさい、はい、はい、お願いします。トボル、オランダのドローン専用バックパックなんですけど、はい、一番世界で売れてるのがこの FEV のピットストップバックパックプロっていうやつ。プロですね、バックパックプロ、はい、これ結構こうグイーッと見回せないと、はい、持ってる、使ってるパイロットの方がここにもたくさんいらっしゃるんですけど、はい、予選通過、はい、ゲート通過、上野選手リーク、ゲート通過、最後に安野選手リーク、ちょっと通過。ちょっと上の選手の映像が非常に乱れているが大丈夫か。宇都宮選手帰ってきました。まずは1周目です。19秒6、20秒切ってきました。宇都宮選手、上野選手も帰ってきました。上野選手1周目20秒0、ペースはほとんど一緒です。安田選手1周目25秒8、宇都宮選手2周クリア19秒6です。上野選手2周クリア19秒6、ここまで使った時間40秒。安田選手2周クリア21秒5、ここまで使った時間47秒です。宇都宮選手は4周目に入ってます。上野選手も4周目突入、19秒後で残り時間30秒6。ちょっと安田選手当たってしまったか。宇都宮選手が5周目突入です。残り時間12秒1で5周目入りました。上野選手帰ってきて、上野選手も5周目突入、安田選手4周目突入です。全社会のバットまで言うことになりそう。やべえ、ああ、山口ダッシュ。さあ、宇都宮選手がこれで帰ってきて、5周目ゴール、1分37秒、いいタイムです。アナビーだ。宇都宮選手は現在4周目、あっかー、あれだ、八島選手ゴール4周と2分。これ何リットル入るんですか。なかなかこんなん見ないですよね。
北海道レベルじゃないとなかなかないですもんね。都内だと千葉あたりに行ったらいいのかもしれないですけどね。あ、畑すらないもん。畑はあるけど農薬散布するレベルの。うわそれでどこ、かっけー。あ、そう持つんですね。へえ。雨がね今休憩中です。休憩中で、寄せ書きやってます。世界大会に風雅君と斉藤選手に向けての寄せ書きをね。斉藤ちゃん、風雅頑張ってね。書き書きしてきます。頑張れ。頑張れ。頑張れ。さあ、その圧倒的に多様なやはり山田選手ですが、山田松山上原の順で継承データをくぐっています。おお、結構デッドヒートしてるか。4705山田海斗選手がぶっかけます。縦ドリブル始まってます。その後上原選手、松山選手前出てる。松山選手、山田選手、上原選手の順で継承データ通過です。前線20名松山選手が前に出てるか。あー、今狙った。さあどうだ。松山山田選手、その差は0.3秒。デッドヒートです。上原選手が今3周目。先にまたいだのは松山選手、若干前に出てるぞ。うわー、今液体が右肩にする。恐ろしい。さあ山田選手ね。うわー、どうだ。どっちが松山山田選手だ。その差は0.049。0.1秒ない。あー、カイト選手見つけしまった。これは松山選手が前についてるの。完全に前です。先にまたいでの松山選手、現在ファイナルアップです。現在ファイナルアップ。あー、ちょっとやり直しました。山田選手勝手のお店で回って松山選手が先にゴール。おー、マッチョくん最後の手が必死。やばいね。来たね、マッチョくん。やばかったわ。中島は打ちに佐藤の順で高校生がくぐっております。すさまじい。先に中田陸選手がまたいでます。あー、佐藤選手とやり直ししている。相手に期待するとしたがリクトがやり直しに決まっている。先行しているのは、あ、それではリクト選手が先に行っている。あー、リクト選手が前に行っている。万歳選手が前にいるんだ。佐藤選手が今一瞬クリア。さあ、追い上げなるか、中田リット選手。うおー、佐藤選手、ストップバック。万歳選手、安定したフライトで2セクリア。佐藤選手、またやり直しになっています。ストップリ選手が3周目、中田選手が3周目。うわー、リット選手のダッシュ。もうこうなったら厳しいか。先に、宇都宮選手のファイナルアップ。あー、だいぶ内海選手前です。これは展開だ。あー、中田選手の流し、ここまで。佐藤選手が今ファイナルアップ。さあ、もう内海選手最終のコーナー立ち上がって勝ち。大健闘だったんですが、やはりミスがちょっと多かったか。佐藤選手今ファイナル。これ毎回よりこれぐらいザザザしました、俺のは。飛び立つまでなんかそうだね、うん、負けちゃうんですよね。さあ、どう。おい、まさかの頑張れ。さあ、先行しているのは頑張れ五十嵐選手ですね。五十嵐選手が前に出てます。
後ろから離れて追いかけたいところです。トラッチャー、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 トラッチャー。さあ、なんか変な景色が見える。何かが見える。嫌な景色が見える。何これ。大谷とかじゃない。あ、よかったよかった。ただし、犬飼さんがある。犬飼選手も一緒くりや。飛んだ。ただ、それから、あ、バッテリーかなんかがやばい。犬飼選手は3周目に入ってます。後ろから笠原選手追いかけます。犬飼選手が、ああ、笠原選手が3周目。クラッシュ。稲垣選手がこれでファイナルアップ。あら、単独ですからね。単独いつも通り、いつも通り。追い上げは厳しいか。頑張れ。うまい。稲垣選手、早くも最初に結果。うまい。それでは行きましょう。プロクラスの準決勝第1ヒートになります。カウントダウン始めます。スタート。サタンが終わった。天気がこの外しませんが大丈夫。映像が外していきます。さあ、どうだどうだ、近いぞ。ケント選手とサタン選手が接点で後ろを動かすのは先に先に
しい。もう3回ほとんど同じで渡ってます。期待が見えてる。これは通常戦争のありえるよ。これが怖いよ。最終戦争多いぞ。橋本岩田確実の順で一周終了。14キロ2キロ出ます橋本選手。これは全然勝ちですと。やばさあ、橋本選手が橋本選手プロで山の順で3周目に入りました。橋本選手と谷口選手の差は0コマ6秒です。うわぁ、ちょっと人気が橋本選手が上がると7秒で谷口選手の順で跳ね上がって先行しているのは橋本選手。さあ、逃げ切ることができるのは橋本選手。後ろから山田選手と谷口選手が追いかける。3点目やられた。さあ、どうだ。うわぁ、やばい。やったよ。やばい。やばい。ミリア選手のドローンに足がかかってます。あれバレたかな。はい、それでは順位の結果選手手を挙げていただきます。大丈夫。3人で。それでは行きましょう。ラウンド3オープンプラス決勝戦になります。カウントダウン始めます。さあ、勝ちの森谷選手が滑りました。その後、岸本前田選手の順でゲートを通過しています。圧倒的に前の後、前田選手がちょっと遅らせている。まだ1周目です。森谷選手が進行しています。現在3秒危ない。ちょっとグレート接触。森谷選手が1周クリア。岸本選手が1周クリア。前田選手が1周クリアです。この差は2秒です。森谷選手と岸本選手の差は継続ゲート削った段階では2秒ちょっと離れたか。あっと、前田選手が前に上がってます。岸本選手が素晴らしい。ここまで森谷選手が3周目、前田選手も3周目入ってます。この差は0コンマ9秒です。後ろから前田選手がすごい追い上げ。さあ、先にゲートくぐったのはほとんど一緒です。絵が一緒だ。さあ、森谷選手が真ん中へ飛ばしている。前田選手が一緒。これはもったいない。日々追い上げしていたんですが、森谷選手が今ファイナルロック。まだ行けるか。もう行くしかねえ、行くしかねえ。前田選手、さあ、森谷選手が見える。あー、もう難しい。これは前田選手のチャンスだ。さあ、ここからどこだ。現在森谷選手の渡り、前田選手がこれから渡りです。もう何だろうこれ。さあ、森谷選手が前に出てます。360度立ち上がってくださいね。さあ、森谷選手、何が前田選手帰ってきたこれ。まさかの1人目、松山選手。はい、はい、そして2人目、宇都宮選手。3人目、五十嵐選手。はい、できやります。以上、頑張ってください。はい、ありがとうございます。お金に帰ってください。頑張りますよ。大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、それでは準備をできた選手を挙げてください。今が感想ですよ。1ポイントでもゲットしてください。その1ポイントが後々大きく上がってきてない。上がってになってるけど大丈夫。大丈夫です。大丈夫ですか。宇都宮選手が5ポイント、松山選手3ポイント、五十嵐選手が1ポイントです。準備をできた選手を手を挙げてください。1人 OK、2人 OK、3人 OK。 エキスパートプラス決勝戦第2ヒートになります。カウントダウン始めます。やばっ、バスが逃げ出して 90km の順で競争ゲートがくぐっております。さあ、先行しているのは松山選手、本当のゲームスプラッシュ。さあ、その間に前に出たのは五十嵐選手です。後ろから宇都宮選手が追いかけている。五十嵐選手350度、宇都宮選手が355度、五十嵐選手1クリア、宇都宮選手1クリア。松山選手ちょっと追いかけられているか。五十嵐選手と宇都宮
選手の差は0コンマ4秒です。虎視眈々と内海選手が後ろから狙っています。さあどうだ、前に出たのは内海選手だ。後ろまで前に出ている3.6 秒に敵の歌、内海選手、2周クリア。五十嵐選手、今に進んでいる、その差は0コンマ2秒。松山選手、今先に来て、これで2周クリアです。あー、1人脱落、これ0ポイントは痛いぞ。さあ五十嵐選手、内海選手、一騎打ち。内海選手がファイナルアップ、五十嵐選手ファイナルアップ、その差は1秒です。さあ内海選手が逃げ切るか、またいだ、内海選手が先、五十嵐選手今またいだ、その差は1秒、もう切ってるかと思われます。さあ、内海選手先に立ち上がって、内海選手3ポイントゲット。五十嵐選手3ポイントゲット。内海選手の安定感、また5ポイントゲット。大丈夫、大丈夫。ちょっと緩いな。岩遊びじゃん。ピンクラスの決勝戦第1ヒートになります。カウントダウン始めます。10ポイント、唐田選手が6ポイント。この次のヒートで唐田選手が優勝を取ったときに橋本選手が3位ですと同点、トゥーノットフィニッシュ、トゥーノットスタートだと0ポイントで唐田選手の優勝が決まります。これが最終ヒートです。
準備の結果選手手を挙げていただきます。努力したのでさっきの K。 それでは行きましょう。ラウンド3プロクラスの決勝戦第3ヒントになります。最終ヒントです。はい、カウントダウン始めます。スタート。また当たったか。さあ、3番目を見て誰が1位だ。先に橋本選手が2位か。カナダ選手が前に出てる。おっかいも追いかけてる。よくないっていうのが浜田選手、橋本選手、カナダ選手が前に出てる。14秒0秒ありました。カナダ選手マジで絶対勝ってきました。動きたいが見えてる。うわぁ、すごい。カナダ選手、橋本選手、カナダ選手が前に2周クリアです。3周目に入ってます。恐ろしい。カナダ選手が逆転されます。カナダ選手が危ない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 。カナダ選手が危ない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 。カナダ選手も負けずに追い込みがあります。さあカナダ選手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 ということで、優勝は橋本選手です。おいしそうだったな。いい戦いだったよ。橋本選手が 5-5-3 の13ポイントゲット、カナダ選手が 3-3-5 の11ポイントゲットです。カナダ選手3ポイントゲット、お見事でした。はい、ということでラウンド3すべてのヒント終了しました。ありがとうございました。急いでね帰る準備をしてたらちょっとねタイムラプスで撮っちゃいましたね。表彰式の模様はこんな感じになってしまいました。今回ね参加された皆さん、運営の皆さん、北海道の皆さん、いろいろねありがとうございました。また宮崎でね会える方楽しみにしてます。それじゃあまたチャンネルの方もよろしくお願いします。バイバイ。